今日は、お尻から特茶を入れたら逆に太るのかというの。待ってます。ヘビーロックで。そう、最近ハマってるからヘビーロックチャンネルのものなの。東京ヒレハットですが。そう、僕たちは東京ヒレハットです。半年間。更新途絶え、はい、うん、あの東京に行く企画も今米原で半年間そう止まっておりますから、まあ、まだ米原で止まってる。そう、はい、なんで止まっていましたかと、わあもうダメですね。疲れた。なんで止まってたかというと、はい、あの国労がですね、あのコロナの PCR の検査をする病院を建ててまして、はいはいはい、で正直ね個人的に始めてるんで。どこかのグループでとかじゃなくて、もうあの俺が院長でやってるんで、そんなにね忙しくなることないだろうと思って、うん、まあ、夜とかちょいちょい編集ぐらいならできるだろうと思って始めたんですが、うん、まあとんでもないことになりまして、うん、あの、一時期間違いなく、はい、もうこれ保健所が来たんで、はいはいはい、都内で、はい、うちが一番検査してる時期とかがあったぐらい、もう患者様、お客様が来てしまいまして、大学病院とかも抑え、全部もう、うん、なんちゃら会病院とかも全部なんちゃら中央とかも抑え、うん、そういいことなのか分かんないけどさ、うん、いや、うん、少なくともくっそ働いてたってことは事実、くっそ働いてました。お疲れ様です。寝てないなんて当然で、当然それ以上あんの。水飲めないとあれ PL? 水飲むってハードル高いんだ。あれマスク取らなきゃいけないし、手袋とかも、ああかつちゃんと消毒して、そうで冷蔵庫、ああそうかそうか、そうそうそう、みんな用の冷蔵庫行くためにはそれいろいろしないから、脱がないから、もう面倒くさいから水飲めなくなる。飯はもちろん食えないし、水も飲めなくなる、うん、そう、体重計とか乗ってこう2キロぐらい減ってるみたいな、脱水ですよそれ。東京ヒヤリハートみたいな生活してたんですね、僕ね。編集できるわけですよ。あまりにもハードすぎてよくわからん。水飲んでなかったですだからね。ただまあね、ああおかげさまでというか、なんというか、コロナにかかることはなく、おコロナ関係なく体調も崩すこともなく、うん、化け物、悪魔の8月を走り抜けまして、うん、今だいぶ感染者数が落ち着いてまして、いいこと、まあ、今暇です。うん、でそれだけ働いたということはどういうことか。で、まあ、まずコロナに関してめちゃめちゃ詳しくなりました。論文とかそっち方向じゃなくて、うん、現場で得たもう生の知識が、うんうんうん、ノウハウが全て入りました。うんうん、もう俺は将来何かになるんじゃないかなと思いますけど、まあ、とりあえず、まあ、いい経験させてもらいました。で、うん、もしなんか終わったみたいに言ってるけど、うん、まだ病院自体でやってるので、うん、もちろん営業も続けるんですけど、まあ、それだけお客さんが来たということはどういうことか。うん、S が聞こえる。すっごいお金、金、うん、これ、ちょ、大きい声で言ってもらって、大きい声で言ってもらっていい？これぐらいのフォントになってるから。お金が、すごい。え？お金が、すごい。こんなに？うん、おー。いやどうですか皆さん。本当にね、二人には今までお世話になってね、うん、そうそうそう、君たちがあったから、もちろんね直接手伝ってもらってなくてもやっぱね支えになってる部分とかあったから、うん、僕はこれだけ儲けるだからね、これ多少と思ったんですけど、研修医なんで、え、ちょい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 、支援もね絶対に渡さないんですけど。なんでそんな固くならない意思を絶対に渡さないんですよ。あげませんってことですか。すごい、こんな額初めて見た。まずお金の表現でこれってあんま見なくない？だってもうその何かにもよるけど、こんな詰めないじゃんっていう。そう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 。これが入る財布はないじゃん。あら、そんなに？たまにこう、うん、iPhone の電卓に不便さを感じました。ナイフだ、これナイフだじゃん。あの
しく飛ぶ量が そうそうそう、お笑い分かってない人こう最初で超えてしまうっていうこれ1年で稼いでるんじゃないこれまあその具体的なね金額とかもしっかり公表しようと思ってるんです最終的に、うんうんうん、ただまだちょっとやってるので病院を、うん、やり終わったら、まあ、どういう感じでやってきたのかっていうのと、まあ、いくらぐらい稼いでどういう感じになったのかっていうのはもうお見せしようと思うんですけど、ちょ 今やると、うん、大炎上確実なんで、これもちょっと怪しいけどね、まあ、まあ、小炎上ならいいやと思って、うん、なるほど、うんうんうん、まあ、炎上するその場合はなんでそんなことになるの？分かんないけど、でも俺めちゃめちゃめちゃ港区の保健所と仲いいよ、まあ、つまり感謝されてるってことですか？戦友、あーなるほどなるほど、友友友戦友と入れ、この担当の人何人かけてもいるやんってお互い思ってるあ、顔も名前も知らんけどみたいな、そうそうそう、あーなるほど、多分だけど、はい、言っていいか分かんないけどさ、はい、多分ね、ああやって PCR だけをやってるような急増した病院の中でかなりまともにやってた、うん、そもそもね、ずっと院長がいる時点で多分周りより珍しいと思うんだ。あの保健所より登録とかも全部俺がやってたの、うん、普通事務員に任せるから、うんうんうん、全部俺がやってたから、うんうん、お互い大変なのが分かってたから、うんうん、もうお疲れ様でしたって感じになってまして、で、まあ、第5波落ち着きまして、うんうん、まあ、だいぶそれなりに時間もできてきたので、まず動画の投稿を再開しようと思います。で、生放送が一番手軽なので、まあ、放送ちょいちょい再開したい、うん、まあ、溜まってる動画も出せたら出しつつ、ちょっと新しい企画まだ撮れないからね、うん、そうですね、ちょっと撮りづらいですね。ただね、おいお金があるかな、声ちっちゃいのどんな企画でもできるぜ、マジで。マジですか？何でもできる。東京フィアリハート、じゃあ何でもできるの、何やってみたい？何でもできるなら、俺リアルダートなんて世界編やりたい。いい。世界地図で。うわぁ。たぶん。どうする？北極ってなったら。それでもや。うわぁ。行くだけでいいな、たぶん。15周ぐらい。15周ってもっとやば。え、じゃあ俺もやりたいです、俺も。え、俺ちゃんと、型がね、作るところからオリジナルビーダマン作って、そこに24金流し込んでやる金玉やりたいです。金玉1g 7000円だよね。あー、だってどうせ1分ぐらいでしょ。じゃあ300g。 えっ、350g。 350g、 1個350g、 500g で350g。 金玉、うん、同級生に配れる。2、3個。ええー、一人2、3個、うん、やっぱ。え、じゃあ今日キングを聞いたまで遊ぼうぜって言える。いやバシャバシャバシャ。そう、えいやー、ドコクさん、いや、ね、はい、いや、もう固くないな。厚生労働省が見てる。確かにな。確かに。君の入局先も見てるんでしょ。ん？いや、見てるかどうかしら。で、俺だけはもうコンプライアンスゴリ守り芸人として。俺だけは。もう二人はもう今あっさり発表したから、あの入局決定で。ペーンって言って。それ何なんですか？え、入局。入局の。え？結婚の。そう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 。つまらん。はい、よし、今編集で作りました。そのまま行く。なあ、そのまま行く。ただ拍手した人になっちゃった。ということで、はい、とりあえず再開します。はい、はい、まあ、ついでだからさ。はい、ついで、うん、重大発表、名前変わる、東京ヒアリハート GT。 GT。 はい、持てないんですけど。俺は星座。うん、俺は星座。この中でいかんせんに石を投げていいものは持ててないものだけとイエスは言われたよ。巨岩。いや、言うてもですね、多分、はい、僕、はいはい、113キレ
一番儲けてる佐賀大学のね、うん、いやいや違う全国のあ全国の医師国家試験113期、はい、あそっか佐賀大そんな長くないか歴史でお金だと思ってるってお聞きしてたんですよ、うん、僕は誰から世間、うんうんうん、世間からお聞きしてたから頑張ったんですよ、うんこれを持って言ってる。とんだガセをつかまされましたな。小倉さん。ガセなんですか？あなたが証明しましたどう？言った。あなた自身がそれを証明しましたな。あの、そんそんなにね。身内には俺そんなに隠してるんじゃないのよ多分。うんうんうん。うん、インスタとか見たら分かると思うよ。おってこいつやっとんな。儲かりマンだなって。うんうん。車とかも買ったし。おお。動画にしますからね。おお。買ったし。いい車ですね。こっちも。うんうん。どうかな。見たことないですか化粧品の CM のあれですよ。私が証明です。すー。見たことないわ。マイナスの方で。ね。あ、懐かしい話をするとさ、はい、学生の時ね、5年ぐらいの時にね、うん、2人でね、うん、東京の高いバーに行ったの、景色のいいバーに行って。コロナのこの字もない世の中で。そうそうそう。うんうんうん、で、その時に、まあ、お互いさ、インスタに写真をあげるじゃん。いいバーに来てるから。ああ、新宿の夜景、ドーンみたいな。素敵な夜景が見える、さっき、素敵なね、おしゃれな音楽がかかってるバーの写真を上げて、ストーリーかな上げて。うん。で、当然さ、俺の方が写真もうまいしさ、うんうん、映える写真を撮ってるわけ。俺はね、その写真上げたら、うん、男友達から、うん、ここどこっていうのが、2、30分後にポロンって一気に来た。うんうん。証拠写真を上げるけど、うん、彼の画面もこうですよ。おぉ見たことあるから。まあ、俺はそうですね。3分以内、画面が埋まったんや、うん。ジャスティン・ビーバーやん。何そんなわけないけど。わお。えヒカちゃんの股間は常に奥バズってこと股間じゃない。股間じゃない。いやヒカちゃんのアッポーペンはもう常に。ほらほら。さっきさ、やっぱさ、儲かってるって話をさ、しちゃったらさ、自然と声ってちっちゃくなっちゃうよ。あ、これちっちゃい、確かに。はぁ股間ばっかでかくしてからに、ね、してないです、してないです。くそ、誰が視聴者の中の方には、今高校生だったり、医学生だったり、将来お金を稼いで、自分の持てない人生を、より良いものにしようと思ってる方がいらっしゃると思います。無駄です。やめろ。イケメンには勝てません。これ毛筆で出してほしい。無駄です。イケメンには勝てません。奥稼いでも DM は来ません。いいですか、今すぐ整形してください。何も変わりません。次回ね、イカちゃん2人と俺、いやなんならイカちゃん3人にマジでなってるかもしれない。それ絵面がなんの。いやまあそれはね、うん、いいことだ。いいこと。いや俺すっげえ自信あるわ。そうなったら俺今のイカちゃんにモテるんじゃないかなって思う。ああ、面白いし。もうそんなもう海外に行ってもうジャックハンマーです。そんなもん、そんなもんですよ。ああ。でもなんかこのチャンネルの全体のスタートが。モテたいから。なんかやる気なくなってきたな。YouTube 自体が。うん。終わった。また変わんないじゃん、何も。マジで。国さんがさ、もうモテツみたいな金稼いでさ。でももうキングボンビーは、一体どんだけガチャ追い越しても離れないっていう。国さんから。ねえ、なんで俺への怒りなんの。こっちでしょ。誰でもいいんだよ。いやまあまあね、でもなんかそうチャンネルの終わりじゃあチャンネルの方針として終わらないね。終わらないっすよね。まだやれることがあるかもしれないって探す
旅なんじゃないですか。やれることがあるかもしれない。これはやっぱ勝手側のですな。やれることがあるかもしれない。どういうこと？パワースポット巡りとかってこと？もう意外と全部巡ってもうダメだったってなったら国を変えてみますか。そっち、それもすごい、それ相当すげえけど、わかんないですよマジで。なんかモンゴルあたりで激モテするかもしれない。日本で負けたかったな。もう諦めた。もうとりあえずもう諦めます。次回、東京ヘルハットアフリカ移住編で。金あるもんな。まずあの山のような予防接種打つとこから始まるんだ。かっこいい。モテるもん。じゃ再開していきますのでよろしくお願いします。どうすればいいんかな。フォローからのお願いです。この動画が少しでも面白いと思ったら高評価を、また見たいなと思ったらチャンネル登録、そして通知をオンにしていただくととてもありがたいです。